ウソマガリンです。本日は初代スプラトゥーンでヤドカリかくれんぼやっていきましょう。さあ、というわけで簡単にルール説明をすると、3分30秒まで塗ります。そしてその後、イカ移動で移動しながら、隠れるっていう感じですね。だから結構ね、長引きます。そして前回から始まった追加ルールですが、残り1分で1人の状態になると味方がスーパージャンプで位置を知らせに来ます。はい、このルールが非常に面白いというわけでですね、今回それをやっていこうと思います。で、後半戦ね、俺も鬼やるんで、そのスーパージャンプしているシーン撮れたらなと思いますね。あ、ここ移動できるんや。真ん中移動できんの強いぞ。オッケーオッケー。ほんで敵陣地もしっかりと塗りましょうか。ここはそんなに広くないんかな。なんか初代の中では結構狭めな感じしますね。さあ、それじゃあ今日も景気に一発打ち上げましょう。いやあ。マジで気持ちいい、このスペシャル。初代のスペシャルほんま派手やから気持ちいいよね。さあ、残り5秒で始まります。いきますよ。俺ここで真下に降りれば逃げれるって感じかな。始まりました。さあ、最初に捕まるのは誰なんでしょうか。え、パブロ。やっぱパブロは早い。なんかパブロは早い。パブロ怖っ。じゃパブロ怖っ。パブロもうどっか行った。いや、マジ追いつかれたら一瞬で捕まるぞ。みんな逃げろよ、うまいこと。はっはっはっ、ない、びっくりした。いや、マジでおもろいわ、初代。よいしょ、とりあえず上登って。まだ誰も見つかってないかな。ゴロゴロベイ見つかってんのかい。いつの間に見つかっとんねん、お前。全然気づかんわ。マジで上のバスが見えづらいのよな、初代。いや、ゴロゴロベもしかしたら見つかってない説。もしかしたら見つかってない説。見つかってないわ。見つかってなかったです。ごめんなさい。お、行ったぞ行ったぞ。セリカがやばいぞ。セリカ。パブロに追いかけ回されて、しまいにはトルネードで虐殺よ。かわいそう。さあ、ゴロゴロベがかなり攻めている。お、ゴロゴロベ強いぞ、あれ。めっちゃええとこおるやん。それに気づかないように、どんまいどんまい。ここで入れ替わりの術いく。もう一人の鬼がマジ分からへんの。あ、びっくりした。あ、びっくりした。くっ、わあ、やばい。これ逃げれる、これ逃げれる。よいしょ、よいしょ。びっくりした。マジでびっくりした。あ、もう死んだ、もう死んだ、どんまい。マジでびっくりしたわ。ちょっと思わず飛んじゃうんやけど、本来は飛んじゃダメですからね。はい、どこどこ。あー、怖っ。本来はこうやって歩いていかないとダメですから。焦っちゃうと逃げちゃうよね。あ、やばい、やばい、あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい、よいしょ、よいしょ、わあ、やばい、助けて、マジか、くそ。さあ、残り一人となりました。スーパージャンプしに行きましょう。ゴロゴロベのところに行くぞ、みんな。ここです、お兄さん、ここです。ゴロゴロベイさん、ここにいます。来た。さすがに逃げれへんかったな、どんまい。さあ、残り30秒というところでしたね。はい、どんまいでーす。さあ、というわけで後半戦やっていきましょう。今の試合面白いって思ってくれたら高評価教えてください。それでは行こう。さあ、後半戦マサバ海峡大橋行きましょう。
さあ今回私が珍しく鬼なんで、ちょ張り切っていこうか。てか武器一緒かい。敵も武器一緒かい。すごいな。ということは我々は、間違えた。俺出たあかん、出たあかん。ちょいつもの癖で出てしもたわ。ということで2人がメガホンローラー、え、メガホンレーザーなんで、これかなり派手になりそうよ。めっちゃ楽しみ。まあ、ちょっとでもちょっとスペシャル貯めようか。はい、ちょっとでもスペシャル貯めまーす。さあ残り5秒です。5秒で我々の反撃が始まります。いざスタート。さあまずはスペシャル貯めるぞ。あ、目の前いる、目の前いる。うら待てえ、うら待てえ、逃げんな。フリ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 、どこ行った。クソ逃げ足は早いやつめ。待ってろお前ローラー。お、いいぞ。確保はなしか。まあ濡れへんからそんなにって感じかな。これで濡れてたら強いけどね。オッケー、溜まった。ここどうだ。なあ、確保ならずか。クソ。さあ結構広いからね、マジで塗り切れるかよな。とりあえずインクをどんどん減らしていこう。敵のいけるところを少なくしていきます。あ、マップ見たら自陣の方にめっちゃいるわ。マップ見たら自陣の方にめっちゃいます。ナイス、一人やっていく。ほんでこっちの方に俺も撃つぞ。うれダブルメガホン、ダブルメガホンヒットなしです。くそマジか。こん、あ、え、いた？あ、いる。ケツ掘られたな。前違うとこ見てたんかな。オッケー。さあ残り2人でしょうか。で味方の確保状況がわからないですが、残り2人なんでしょうか。セリーカが今スペシャル溜まったと連絡ありました。そろそろスペシャル打つなら同時がいいよねとか言うて、もう打ちまーす。いけ、当たらず。マジか、絶対当たる思てんけどな。何奪ってんねんお前。何ガチオコ奪ってんだ。時間がねえっつってんだ。奪ってる場合か。ちょっと私自陣塗ります。自陣塗って、よいしょ、こことかおらんか。割と自陣いる気すんのよな俺。ここは違う。あっ、行き方がわからん。行き方がわからへん。あ、こっちこっちこっち。こっち絶対いるって。マップには今まだ映ってませんね。うん。マップ見づらいな。初代はマップが見づれ。あ、一人見つかってる。今上にバツマーク出ておりました。さあ、そして、1分切りましたが、あっち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 、こっちにいるぞ、こっちにいるぞ。リス地の方にいます。どうやってリスに帰ればいいんでしょうか。全く分かりません。こっち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 、あそこや、あそこや、いけいけいけ。ガチホコ台の上にいるぞ。うれうれ、うーん、ダーイエーイ。もう逃げ場はなかったようだな。うん、こんだけ塗ってたらきつかったかな。さあと言いますことで、これにて全員確保完了。というわけで今日のヤドカリかくれんぼ面白いって思ってくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。